こんにちは、クレイセラピスト前島麻衣です。今日はこちらの城山クレーマーについてお話をしていきます。こちらの城山クレーマーなんですけれどもね、このお米の中にクレーが入っているわけではございません。じゃあなんで城山クレー米なのかということなんですけれども、このお米を作っている畑にクレーを撒いているということです。なんでクレーを撒いたかっていうお話なんですけれども、まさしくこの城山ブルークレーの誕生にお話は遡ります。先日この城山ブルークレーが採掘されるクレーの鉱山を ICA のツアーで見てきました。その時にね、こんな貴重なね、これクレーなんですよ、この石。これを細かく細かく砕いて、このように加工されてクレーが出来上がります。こちらの城山クレーのメーカー元でありますネイチャー&クレーさんなんですけれども、もともとは古くから土木会社を営む会社です。コンクリートに使う砕石を小山から採掘していて、その時に出てしまう砂よりも細かいものが使い物にならなくて処分に困っていたそうです。試しにその細かいものをお米とか野菜とか作っている田畑に巻いたところ、巻いたところで採れたお米や野菜がめっちゃ美味しかったそうなんです。その時にこれね、ただものではないものかもしれないと思って専門機関に検査をしたところ、クレーであるということが分かったそうです。そんなことから田んぼにクレーを撒いてお米作りをされているということです。ネイチャー&クレーの小芝社長の話によると、もともと小芝さんのところでは田んぼや畑に農薬を撒かずに農作物を育てていたそうです。昔は定期的に山の土を持ってきて田畑に撒くっていうことを自然とやっていたそうです。なので山から採掘してきたクレーを田畑に撒くということは決して突拍子もないことではなくて、理にかなっていることであると社長はおっしゃっていました。クレーにはミネラルが豊富なんです。そのミネラルによってお米が美味しくなるということですね。こちらの城山クレー米いただきました。もうね、めっちゃ美味しかったです。冷めても美味しかった。じゃあ私もこの城山クレー米食べてみたいと大思いの方、実はですね、これ販売してないんです。販売していないんですけど、こうやってあるということは食べることができます。兵庫県のふるさと納税の返礼品です。なので食べてみたいという方は兵庫県のふるさと納税チェックしてみてください。